ひらがなの歯の立ち方。少し反って斜め上に跳ねる。水平か少し右肩上がりに書くよ。垂直に書き始めて最後だけ曲がる。横長の楕円で結んで終わりの高さを揃える。完成。ひらがなの日の書き方。最初はほぼ水平に伸ばす。少し線を重ねて、空間はまん丸ではなく細長い楕円のイメージ。最後も線を重ねて今度は右下に伸ばすよ。完成。ひらがなの負の書き方。全体は三角形を意識して書くよ。空間を開けて雫型の輪郭を書くイメージ。最後の二画はひらがなのいを書くイメージ。左右の空間は同じくらいにするよ。完成。ひらがなの絵の書き方。全体は横長の四角形を意識して書くよ。カクッと曲げるよ。2倍か3倍の長さにするよ。完成。ひらがなのほの書き方。一画目は少しふっくらするよ。跳ねる向きに注意。ここからこの幅に収めて書くよ。空間を空けて短めに2本。2本目は真ん中くらいの高さに書くよ。結びの直前までまっすぐ。最後は高さを揃える。完成。一緒に練習してみてね。